最近僕も読み返して気づいたんですけど、2003年に尾田先生がロングインタビューの協力されてるこの漫画オモっていう雑誌があるんですよ。神木さんしか持ってないんじゃないですか、日本でも。いやいや、これは面白いんですけど、はい、この中に尾田先生のアトリエっていうのが写ってるんですね。で、当時のやつなんですよ。一個前の職場だと思うんですけど、そこに尾田先生の落書きノートっていうのが乱雑に置いてあるんですね。落書きノートっていうのは、例えば15周年のワンピース10の時には、こう、和の国とかこう書いてあるやつが3冊置いてあったりとか、はいミートザワンピースかグッズとして売ってるのがたくさんあるんですよね。はい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 、尾田先生のこう表紙だけなんか和の国15とか書いてあってメガパンクノートですよね。いわゆるノート、はいはいはい、ノートが売ってあるんですけど、ここにはですねそこで販売されてないやつが載ってるんですよ。3冊、はい、割かしそのタイトルわかるんですよ。一つはスカイピアさんって書いてあって、はい、4人の新刊と遺跡の風景って書いてあるんですね。だからその4人の新刊と遺跡の風景の尾田先生のなんかこうメモみたいなのがバシってそこにノートに書いてあるっていうことなんですね。書いてあるんですね。はいはいはい。でもう一つがスカイピア2ですね。スカイピアの風景ゴッドエネルって書いてあるんですよ。だからスカイピアのこの土地の設定とエネルに関するキャラデザとかいろんなことが書いてあるんですね。で問題はもう一冊で、これスカイピア6だと思うんですけど、ここでシークレットってパッケージこうあるんですよ。明らかにシークレットですね。これ公式がシークレットってしてるところなんですね。ここに何が書いてあるのかっていうのがちょっとわからなくて。ノートのタイトルですもんね。一応ですね、この雑誌が発売された2003年の冬1月か2月ぐらいなんですけど、その時っていうのは空島編の終わり頃なんです、まさに。なので空島編の最後のことネタバレになっちゃうからこれをシークレットにしてるのかなとも思うんですけど、はいはい、この付近で書いてあるのはですね、そのシークレットのすぐ下にはなんとかの言葉って書いてあるんですよ。これはだからロジャーの言葉うわとかだったらまだありえるんですよ。その表面的に書いてある、そうかそうかそうか、あれここにいたりのことを書いてるのかなって感じなんですけど、で別のページにちょっとだけ写ってて、はい、ですね、ここにあるんですけど、すべてはこのノートに書かれた落書きから始まるって書かれてるんですよ。はい、でここにさっきの3冊は写ってるんですけど、明らかにその1冊を退けてるんですよ。なるほどなるほど。で前の2冊を写して、で一番端っこにめちゃくちゃちっちゃく写ってるんですね。そこになんとかの言葉っていうのはちょっとわかるんですよ。でその上シークレットになってる部分っていうのが若干見えてて、カタカナのドとひらがなのノなんですよ。なんとかドのなんとかって書いてるはずなんですけど、はい、ここが分かんなくて難しすぎますって。ゴッドの言葉とかだったら隠す必要が別にないんですよね。空島編ってまだ謎残ってるし、今からでもこう繋がってくるかもしれないじゃないですか。ずっと先で明かす予定だったからそこをシークレットにしてるのかですね。今ドノって、まあ、エドワードのノーランドのとかマクドナルドのとか、ね、フィガーランドのってあって、あ、確かに確かに、ドがカタカナでノがひらがななんですか。 そこしか見えてない。でドもギリギリ見えてるか見えてないかなんで、はいはいはい、ビンかもしれないしドかもしれないしって感じですね。うわなんだろう、フィガーランドのとかあったらめちゃくちゃ熱いですね。フィガーランドのとかだったらこの時から考えてんのって黒すぎるドのドが最後は結構あると思いますけど、でしかもなんかノートっていうのは今グッズとしてめちゃくちゃ販売されてるんですよね。その中にもこのノートは採用されてないっていうことはやっぱり今でも出せないのかなっていう。だから虎島編だけのネタバレが、うん、そのノートのタイトルになってるんだったら、空島終わったあたりで販売してもいいわけか。そう、販売していいんですよね。結構ですね、もう出てるんですよ、グッズとしては。はい、ホールケーキアイランド21とか、こうたくさん出てたりするのに、はい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 、そこはまだ明かされてないので。空島は重要なところばっかりですからね。まあ、その、にかって笑って、上髪から出てきたところとかなんで、うんうん、なんか単純にワクワク重視で考えたら、やっぱりニカの設定とか、エネルと太陽の神ニカって俺はすげえ似てるみたいな考察よくしますけど、うん、なんかそこに通ずる根本的な全てが始まったニカっていうふざけたやつからワンピースっていう物語が始まってるんだとしたら、そこから始まった感じしますもんね、その設定ノートっていうのは、はいはい、しかも尾田先生のメモの一部にその言葉があったじゃなくてノートのタイトルですもんね。そう、ノートのタイトルなんですよ。そのノートはブワーってそれが書いてあるってことですもんね、そのシークレットが。そうですね、シークレットと、まあ、そう、なんとかの言葉とかなんかちょっとずつは書いてあるんですけど、はいはい、でもなんか隠すような言葉っていうのは何があったんだろうっていう感じなんですよね。激ムズ問題。スカイピア6でも結構もう終盤の設定だと思うんですけど、隠す必要がほとんどないんですよね。もうほとんどもう原作でも全部明かされてるぐらいの時なので、シークレットにするようなことが別に種明かしって空島最後なかったじゃないですか。順調にことが進んでロジャーが行ったとかそういうのはあるんですけど、うん、ロジャーとかポセイドンのありかみたいなのもありますよね。そうですよね。その辺で言ったらなんかあそこも難しかったんですよね、解釈が。この文はもうロジャーによって届けられている、じゃあわしらは
はもう戦わなくていいのかみたいな、なんか、うんうん、なんかその辺ありましたよね、はいはい、結構解釈がなんかむずいところもあったけど、うんうん、なんかその辺のことなのかな。ロジャーの言葉でいいような気がしますね。でもなんかまずは確かにそうですね、結構写真あって他の2冊のノートは結構写ってるんですけど、他のところでも、はい、でもその1冊だけやっぱりどけられてるんですよね、その後は。はいはいはい、この空島のかっこよくないですか、このルフィの。うーわーつー、いや俺空島編一番好きですから、神木さん。いいですよね空島編一番。でしかもなんか重要なのは結構あったよな、でも最後の方ってありましたよね、うん、これはあの小田先生の健全なストーカーになりたい人は買ってくださいもう手に入んないでしょそんな昔 で、 で、ね、見れる。これとか昔小田先生がおばあちゃんに買ってもらったって言ってる大昔の生物っていう恐竜図鑑なんですよ。そういうのも全部買いますもんね、これ探しましたもん本当だそう原本これを見て多分リトルガーデンは生まれたんだろう。なるほどなるほどなるほど、たくさんあるんですよ、でも別にこれは普通の図鑑なんで何がつながるとかも全然なかったですね。リトルガーデンの恐竜ってマジでリアルなんですよ ね、 すね、ワンピースには結構珍しくデフォルメされてない感じが。そうですよね、はい、すごいするよな。なんだろうな、気になるなそれ、うん、だからとにかく空島編にはまだ何かあるんじゃないかなっていうのを思わせるシークレットだなと思いますね。はい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 、空島編終わってないですよね全然。まだ終わってないな、まだ魚人島編と空島編ってもう全然終わってない感じですよ。全然終わってないまだ進行形だわ。ワノ国もそうですけどね。ワノ国もそうです。全然終わってない感じするな。我々が期待するのはやっぱりニカって後付けじゃねえぜもなんか結構いたりするんですけど、なんか俺の中では絶対後付けじゃない初期設定からあったものだと思ってるんですけど、なんかそのあたりのノートであってほしいよな。ああなるほど。ほら見たことがっつって確かに後付けのわけねえだろって言ってもうここで書いてあったらもう確定ですもんね、かなり。ここで書いてあったら確定です。でまあドンドットとかねあるのはあるんで、それこそ空島の過去編とかっていうのが古代都市シャンドラがなんで滅びた、ポーネグリフを守るために戦って滅びたとかっていうのも、うん、まあ解説されてないじゃないですか、うん、400年のあの壮大なストーリーで、うん、公開処刑っていうのをノーランドがされるとかもロジャーの公開処刑とかとかかってそうですし、なんかそもそもっていうねところありますよね。小田先生が配置したっていうね、最後のことを書くためなのか空白の100年のことを描くためなのか、うん、ミニチュア版みたいな感じで配置してる感じがすごいするんだよな、うん。今ちょっと怪しいと思ってるのが、はい、モーリーなんですよ、革命軍の。革命軍の土掘るあいつですよね。そう、押しのみの能力者のモーリーなんですけど、モーリーって、まあ、まずなんであんなに言ったらオカマの格好してるのか分かってないんですよね。はい、はい、はいはい、はい、巨人族のオカマっていう。でまたインペルダウンのレベル 5.5 を作ったのはモーリーなんですけど、それはイワンコフは知らない設定になってるんですよ。 SBS で100年前にとある事件がきっかけで入れられたんだけども、よしよしのみで作って、でもそのことはイワンコフは知らないんですっていう SBS のコメントなんですよ。はい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 、意味わかんなくないですよ。その作ったのって言ってていいじゃないですか全然。そうですね、革命軍が協力して作ったでいいのに知らない設定になってんだ。で100年前のちょっとした事件みたいな感じで書いてあるんですけど、はい、巨人族が関わってる100年前の事件とかすごいのがありそうで、はい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 、スパイかどうかわかんないんですけど、怪しい、なんか怪しい、なんかあるなっていう感じはするんですよね、ちょっと。え、俺それで言ったらカラスが怪しいんじゃねえかっていうこと。あ、ライブで。カラスも怪しいな。確かに喋んないとか、あの。それルッチの影響です。喋んないからって。喋んない影響、うん。あとなんかこのチャンネルでは北欧神話とワンピースのつながりって結構話すんですけど、うんうんうん、北欧神話って主神オーディンが座っている玉座みたいなのがあったり、はいはいはい、で、そこに一度座っちゃったやつがどうっていう物語があったり、うん、で、この辺って空の玉座に関係してる感じするなと思って、うんうん、オーディンがイム様だと仮定するなら、オーディンって世界の情報を得てたんですよ。どうやって得てたかっていうと、はいはいはい、プギンとムニンっていう2匹のカラスを使って情報を得てたっていうのがあるんで、うん、そうなってくると、しかもなんかカラスってたくさんカラス出すじゃないですか、はい、だけど昔の描写では革命軍の施設バルティゴの時は木に2羽のカラスなんですよ、確か。不義とムニですよ。で、あとその犬様法のとことかも、サボがなんて運の悪い男だみたいなことで言われてたじゃないですか、うんうんうん、無事だったわけですけど、なんで近くにいることを知り得たのかって言ったら、やっぱりスパイがいないと。確かになんかサボのやつは絶対聞かれてるからみたいに言ってましたもんね、サボ自身が。だから絶対俺の通信は聞かれるからっていうのも怪しいですよね。あ、そうですね。妨害電波とかが持ってなかったにしろ、全部が全部筒抜けになるっていうのはおかしいですもんね。あとそのサボたちがどうやってマリージョアに来てたかもありますよね。ドレスローダーとかではカラスだったっすけど、うんうん、カラスで来てたとしたら、うんうん、その行き先とかも筒抜けだった可能性があるなみたいな。いや、だから俺も神木さんと同じですよ、うん、どっかにスパイ潜り込んでねえかっていう。そう、なんか怪しくなるんですよね
もうなんていうかな、あんな思いはしたくないっていう、ね、もう 100% 信じたら悲しいですからね。そうそうそう、反動がすごいから。でもなんかね、ドフラミンゴの鶴さんとの会話で、誰が誰を裏切る、誰が誰と加担するみたいなのがあるんで、うんうんうん、もうごっちゃごちゃにはなりそうですけどね。なりそうですよね。どうなってもなんか納得するしかない感じにはなってるという。